1>, 1ヶ月以内の育児休暇なら、ボーナスは全額もらえます。人事院は育児休暇を取得する国家公務員のボーナスについて、育休期間が1ヶ月以内なら全額支給することにしました。男性職員の育休取得を促し、女性職員が復帰しやすくするのが狙いで、6月の支給から適用されます。 これまでは15日以内でも5%減額され、育休取得をためらう職員が多かったということです。国家公務員の男性職員で育児休業を取る人は2014年度時点で3.1%です。政府は2020年までに男性職員の取得率を13%に引き上げることを目標にしています。